ええー、マジか。羽生くんの先に越されてしまったかもしれない、これ。アンパンタンさん、4回転アクセル、アンダーローテ判定でした。アンダーローテーションです。いやー、抜かされちゃったかな。ドミトリエフっていうね、選手、4回転アクセルチャレンジしたんですけど、まあ、ちょっとミスしたんですよ、今回も。でも、4回転アクセル、これ、アンダーローテ判定だとすると、ちょっと先に越されましたね。若干ね。若干だけど。まあ、ステッピングアウトっぽい感じだったんで、うん。まあ、両足着氷でもありますからね。確かね。だからミスなんで、ギネスとかには乗らないかなと思うんですが、ただ、まあ、それでも4回転アクセルのここまで行ってるので、多分これは世界初でしょうかね。もしかしたら彼、ドミトリエフ、前もそういう判定だったのかな。いやー、ちょっと悔しいですね、これ。